キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。またいたずらしてる。ティナの水晶玉は綺麗ね。みんなとっても楽しそうだわ。あー、あそこ谷からのお客さんが来てる。これを見て、間欠泉っていうの。私はずっとこれを監視してるのよ。どうして？間欠泉はマジックティアーズの噴水までずっとつながってるの。もし間欠泉に何かあったりしたら、マジックファウンテンが止まるのよ。そしたらファンタジーマウンテンが消えちゃう。大変でしょ。うわー、それって大惨事だよね。フェリーってすごい。そうよ、後でサインを書いてあげるわ。ついてきて。月の青に雲の青と濃い青。ん、ビリビリベリーはいはい、面白いね。アイスクリームジャンプ、ちょっと記録更新だね。1、2、3、大丈夫？あー、ロージー、片付けは私に任せて。うわー、いた、ミッシーのスーパー掃除機。ダメよブルーニー、その掃除機は強力すぎるの。前に見たでしょ。大丈夫よ、使い方を覚えたから。私が使うの。あー、ダメよ、このありさまを見て。どこか他のところで遊んでくれない？そうよ、このボールをあげる。はい。ん？変だね。じゃあ他のところで遊ぼうか。わあ、どうなってるの？噴水が動かなくなっちゃったんだよ。あー、嘘。わあ、ねえ見て、何か変なの。ほらこれ見て、本当に噴水が詰まっちゃったのなら指を入れてみるのはどうかな。でも深刻な問題ならディーナがラッパで警告してるはずだよ。え、大変大変、妖精が変なの。あ、抜けない、腕が抜けない。ブルーニー、手を貸して。うわ、どうしちゃったの。抜けないの。腕を反対側から誰かに引っ張られてるみたいで。あ、あのね、イムとカーニーが間欠泉をボールで詰まらせたの。もうまたやっちゃったの？どうするの？ジェシーをこのままにしておけないよ。そうだ、噴水をアイスクリームに変えようよ。腕がきっと抜けるよ。賛成。イエーイ。ダメ、抜けない。ねえ、美味しいの？まだ抜けないんだけど。じゃあ力いっぱい引っ張るよ。いいものがあるよ。待ってブルーニー、行かないで。急がないとファンタジーマウンテンが消えちゃう。ダメない。解決できるよ、スーパー掃除機があるもん。やった、やっと抜けた。ボール、ありがとうブルーニー。助かったよ。ファンタジーマウンテンが消えるところだったけど、ブルーニーが助けてくれた。本当に良かったね。イエーイ。見て、全部戻ってきたよ。噴水が治ったんだね。戻った。ありがとう、みんな。ファンタジーマジックティアー。
ぱりアイスクリームがつきものだよね。おいしい。ほらね、何も問題ないでしょ。私が見張ってるおかげなのよね。わあ、さすがフェリしいたずらで。あ、おはよう、ミカ。それ見せて。わ、ん？ねえ、貸して。貸してってば、もう。あ、あ、そっか。今日はいたずらでね。よし、どんないたずらにも引っかからないよ。今年は騙されないように、絶対に徹底的に調べるもん。モンスターだ。ねえキャミ、見てこの花。わあ、綺麗ね。でしょ、水吹き草っていうの。嗅いでみる。うん、嗅ぐ。変わった名前だね。ハッピーいたずらで。うん、絶対騙されないって決めたのに。キャミ、イライラが治るお茶を入れてあげようか。気分良くなるよ。うん、でもいたずらする気だったら言っとくけど、絶対に分からないからね。おいしいよ。いい匂いでしょ。カップを変えてもいいかしら。一応ね。もちろん。どうぞ座って、ゆっくり飲んで。ハッピーいたずらで。もうやだ、もう誰も信じられない。いいもん、今日は森の中で一人で過ごすもん。一人なら平和だもん。ルシーとルアのいたずらはひどすぎるわ。ここだって安全とは言えないよね。何かいたずらが仕掛けられているかもしれないし。そうだ、ヒントをくれる人に会いに行ってみようか。わっ。ティーナ、お願い、どんないたずらが仕掛けられているのか教えて。この運命の箱に同じことを聞いてみたらいいわ。箱さん、教えて。ハッピーいたずらで。ごめん、どうしても引っ掛けたくてさ。ごめん、どうしても引っ掛けたくてさ。わあ、いいからこれから先のいたずらを教えて。オーケー、待ってて。はっきりわかんないけど、風船を使ったいたずらみたい。風船？そう、じゃあ気をつけなきゃ。ありがとう。行こう、ミカ。あった、風船だ。今度は引っかからないもんね。あは、バレてるよ。もうガムを膨らませてたのに。行こう、ミカ、逃げるよ。ん？どこなの？逃げるなんてずるい。あ、見て、また風船。はは、大きな地球儀、私の。見つけた。わぁ、わぁ、すごい。一緒に遊ぶ？地球儀に触ってもいいよ。遊べないの、秘密の任務があるからね。ん？今度こそ見つけた。いたずらに使う風船だ。今日お祭りだっけ。よし、行くよ。やったね、これで止めた。サプライズ、ハッピーバースデーワンディ。ハッピーバースデーワンディ。これって私へのいたずらじゃなかったの？わ、ありがとう、みんな、サプライズだなんて。え、あれ、どうしたの？キャミーがめちゃくちゃにしちゃったの。風船で祝って欲しかったのにな。え、あの、またいたずらかと思って、誕生日を邪魔するつもりはなかったの。約束するわ、ワンディの誕生日はいたずらデーと同じ日だってちゃんと覚えておくから。ああ、いいよ、ただの風船だもん。マジティアわー、
店に連れて行って。手を3回叩いて、左足、右足開け。ファンタジーポータル、さあ向こうの世界へ。イエーイ、ティナの予言。見て、うん、すごい飛んでるよ。あ、大変。わあ、やったー、ね、ファンタジーズ、うん、みんなを招待したくて来ちゃった。これ見て、リサイタルだって。面白そうだよ、今すぐ行こう。この世界のいたずらにはなれないな。え、んバビーはそう思わないよね。ティナはいるかな。来るのは分かってた。入って。いらっしゃいバビー、ハイタッチ。明日リサイタルで自作の歌を歌うの。へえ。私が歌うのよ。みんな感動するわ。参加しなきゃダメ。短歌の会があるから参加できないかもね。私も韻を踏むのが上手でしょ。それじゃあまだまだ、明日が晴れるのかを教えてほしいの。いいわ、でも占うには集中しないと。おお、集中集中集中。大変、全部水浸しになっちゃう。水に気をつけて、危ないわよ。あ、今水って言った？大変、行かなきゃ。わーっとっと、いた。太陽は出てこないでしょう。とは言いません。だって明日は快晴だから。あれ？せっかちね。そんなに緊張してるのかな？どっちが似合うと思う？ピンクかライトピンク。ライトピンクよ。ピンクは地味よ。違うよ、ライトピンクの方が地味。明日世界は滅亡しちゃうよ。ティナが水晶玉でたくさんの水を見たの。世界が水浸しになっちゃう。洪水だ、ピタ飛んで逃げて。どうしよう、怖い。みんな水で流されちゃう、逃げて。ねえ、谷を出ていくなんて無理でしょ。洪水に備えましょうよ。でもレディーはボートを持ってないでしょ。それよ、みんなが乗れる大きなボートを作るの。洪水が来たらきっと浮かぶわ。すごい大雨ならサーフィンしよう。でもリサイタルの予定だったの。私の歌聞かせたかったな。お気に入りの家なの。谷を出たんじゃない。ねえ、どうかした？バスタブで何してるの？きっと谷の風習よ、うん、お家がね、雨がね、洪水なの。洪水って？水晶玉でたくさんの水を見たって全部水浸しなんでしょ。誤解よ、ティーニーが水をこぼしただけ。明日は快晴、とってもいい天気よ。本当？それじゃあ洪水にはならない？ならないよ。よかった。じゃあ私歌えるんだね。優しい、あとダンスがとてもうまい。レディーは谷のスター、あととてもおしゃれ。ニーナは愉快でドラムが得意。みんな急いで傘をさして、空の向こうへ。歌詞はとても素敵だけど歌うのはイマイチみたいだね。あなたの歌で雨を呼んじゃった。わあ、土砂降りになってきたね。
YouTuber。 はあ、何してるの？見てるの。何を？何を？もう何なの？退屈なんだもの。何か他のことをしない？賛成！谷のみんなの様子を見てみよう。おお、あれは何？紙でできてる。マジも。見て、おもちゃを運んでる。見せて見せて、うん、レディーが見えるわ。スライムボールだ。わー、楽しそう。珍しい遊びね。じゃあ見に行ってみようよ。おー、見て、レナ、谷ではどうやって遊ぶのか教えて。これで？そうよ、物を動かす方法とかスライムの作り方とか絵の描かれた箱の使い方も。今忙しいの。本当に力になりたいけど、オーブンでケーキを焼くのよ。ケーキをオーブンで焼くの？魔法じゃなくて？見てもいい？もちろんよ。私は何でも知ってるの。だって私はレナ、この谷で一番有名なインフルエンサーで、レナのお部屋にアップした動画を見れば何でもわかるようになるわ。知りたいことがあるなら絶対見た方がいい。フォロワーもたくさんいるのよ。フォロワー？ここには誰もいないけど。レナはアップするって言ってたけど、水につけてアップアップさせるとか？はい。見て、アヒルみたいに浮かんでるわ。やり方が間違ってたみたい。もう何も知らないのね。字の書かれた箱みたいに使うのよ。ダメよ、そうじゃないわ。ボール遊びに使うものなんじゃないかな。手を噛まれた。おお。レナ、レナ、レナ。どうしよう。レナが中に閉じ込められちゃってる。大変だわ。レナを助けなきゃ。あれ？ダンスを教えてる。あ、見て。みんなヤッホー。レナのお部屋へようこそ。今日はこの面白い本とビヨンビヨンスライムで遊んじゃうよ。私もスライムが欲しい。字の書かれた箱よ。貸して。私が使う。どうなったの？中に入っちゃった。レナ、そこにいるの？ええ、ここよ。パソコンで何してるの？私の動画は？もしかして消しちゃったの？ごめんね、レナ。そんな、チャンネルが、フォロワーが、インフルエンサーなのに。大丈夫よ。みんなで新しい動画を作るのを手伝うわ。チャンネルとフォロワーを取り戻して、インフルツセンサーはよくわかんないけど。いくよ。よーい、アクション。うわー。違うわ。空いている手で掴むの。あ？凍ったスライムが当たるところだったね。ファイヤースライムよ。おかしい。こっちこそ。さて、練習しようか。こうやるの。二人の番よ。よーい、アクション。気持ち悪い。触らないで。ベッドベッド。こんなんじゃ有名になれない。あなたたちのせいでフォロワーもいなくなったのよ。ねえ、フォロワー数にこだわらなくてもいいじゃない。チャンネルの友達なんていらないでしょ。友達ならここよ。友達が欲しいの？ならもうここにみんながいるじゃない。みんなでフォロー、イエーイ。そうね、私にはここに最高の友達がいるんだったわ。やったファンタジーマジックティアー。おお、
修理屋さん？ねえ、ワンディ見て。待って、今月を見てるの。ワンディ、これをほどいてくれない？月のクレーターを見たことがある？目にそっくりだと思わない？レディー、三つ編みの黒の私に任せて。ここをこうして、そっちは、キャー、ワンディー助けて。どうしたの？大丈夫、これでほどけるはずよ。行くよ。すごい、メリーゴーランドみたいに目が回る。もっともっと早く、ロープに結び目が。ワンディ、手伝ってくれる？あの結び目をほどいてほしいんだけど。月のスマイルを見たことある？ワンディいたらずっと空に夢中だよね、ちっとも話を聞いてくれない、もう友達じゃないわ。自分のことばっかりで助けてくれないんだもん。ミッシーを呼んできてくれる？どうすればいいのかわからないの。ねえ、修理を手伝おうか？わかるの？宇宙物理学に比べたらこんなの簡単よ。ハンドルを上に置いてと。それは車輪よ。そっか、車輪なら下じゃなきゃね。でも車輪っていくつあるの？4個よ。ねえ、手伝おうか？お願い、私がやるわ。ここをちょっとだけいじって、それからここも少し。私が直すの。だって私たちは仲良しだもんね。できた。お礼はいらないわ。いつでも私を頼ってね。この糸はここで、これはそこ。なら、これは？ねえ、手伝おうか？結構よ。もうすぐ終わるわ。ほら、完璧でしょ？仲良しのレディーを手伝いに行こうっと。ねえ、ベビーカーを直してくれない？ひどいのよ。見て、ケイティの柵もよ。ダメ、拾ってあげる。このままじゃダメだわ。ファンディは手伝おうとしているんだけど、全部壊れちゃう。これも、これも。誰かが止めてあげなきゃ。手伝わせて、友達でしょ。いやよ。自分たちで直すわ。えい、えい。よっ、ほっ、ほっ。イエーイ。治ってる。また走れる。イエーイ、ありがとう、ミッシー。最初から手伝ってもらえばよかった。私は邪魔者ね。私は修理が得意なの。直したいならいつでも一緒にやろうよ。それにね、ワンディは邪魔者じゃない。星に詳しいわ。私たちに教えてよ。そうだよ。マジリア。これならみんなで月を見られるね。とっても素敵。わー。心配しないデビに直してあげる。わ
のフレーバーは盛りだくさん。暑い。水遊びしない？気持ちいいよ。暑いと大変だね。雲の上はとっても涼しいよ。涼しくなるアイデア思いついた、うん、ねえ早くして、脳みそがゆだっちゃう。待て、しゃべしゃべ。ちょっと、わあ、ケーキがアイスクリームになった。ん？私のベビーカーが。あ、おいしいでしょ。うえ、このアイスすごく変な味がする。ファンタジーマウンテンではいろんなものをアイスにして食べてるわ。みんなの大好物なの。私のはおいしいよ。食べさせて。いいよ。甘い。私も。いいよ。これは元がカップケーキだから美味しいのかもね。ふん、私は物足の方が好きだな。じゃあカップケーキとアイスクリームを混ぜてみようよ。ん？たくさん作ったの。ここにあるものと食べ物を混ぜれば美味しいアイスクリームができるはずよ。いいアイディアだね。帽子とイチゴでハットベリー、チョコレートとボトルでチョコボトル、バルーンとバニラでバルーニラ。うん、このフレーバーはとてもユニークね。それに食べるとすっきり。ファンタジーフュージョンって呼ぼうよ。賛成。アイスクリームにするからみんなに配って回ろう。え？お願い、一個届けて。私の家にも。私にも。でも届けるってどうやって？コニーにサプライズを用意したのよ。目を開けて。イエーイ、少し改造したの。これでアイスクリームを届けて。任せて、全速力で届けるから。うん、やったやった。あ、アイスクリーム作りって楽しいね。ちょうだい。ドラムはどんな味かな。私はどれにしようかな。あ、これ楽しい。アイス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 。に行ってくる。よし、配達完了ね。ねえコニー、食べたかった味はこれじゃないわ。他の作れる？三色アイスがいい。暑い。コニー、次のアイスは？ねえ、みんながまた。え？どうしたのこれ？何も残ってないよ。ん？いいえ、フリスビーが残ってるわ。待って、フリスビーがいるの。みんながもっとアイスクリームを食べたいって言ってるの。返して。大丈夫？どうしたのコニー。私たちがアイスを頼みすぎちゃったみたい。優しいコニーに私たちがお礼をしなきゃ。サプライズの用意を手伝ってくれる？みんなのお気に入りのものを集めてきたわ。これをファンタジーフュージョンでアイスクリームにして。わあ、すっごくカラフルね。しかも大きい。コニーのアイスよ。私たちからのお礼。最高にフレンドリシャスなアイスクリームね。マジリア。セルフサービスのアイススタンドよ。イエーイ。どうして思いつかなかったんだろう。イエーイ。すごい。イエーイイエーイイエーイ。やっぱりこの味が一番美味しいわ。